こんにちは、YouTuber がいろん1のお時間です。講師の紹介席です。よろしくお願いします。皆さんの中で多くの方はご自宅で動画を撮影していることと思います。しかし時には背景を少し変えてみたいと思ったことがあるのではないでしょうか。そのような時に役立つのがこちら、キーヤーという機能です。テキストの69ページをご覧ください。この機能、映像の重ね合わせや切り抜き構成などに多く用いられています。その時に利用されるのがこういったグリーンバックというものですね。この緑色の部分をあたかもないように切り抜くことによって他の背景と合成することが可能です。しかし皆さん、こう思われるのではないでしょうか。グリーンバックなんて持ってないよ。確かに近所のスーパーやコンビニにはグリーンバックは売っていませんし、インターネットで注文してもサイズが大きかったり小さかったり、そういったミス怖いですよね。でも大丈夫です。自分で手作りのグリーンバックを作ればいいのです。今日は手作りでグリーンバックを作り、実際に背景を合成させてみようという授業です。それでは早速手作りのグリーンバックを作っていきましょう。準備するものは、これうちにちょうどいいっていう大きさの紙、そして緑色の絵の具です。この紙全体を今から緑色の絵の具で綺麗に塗っていきます。そうか。どうした？どうした？ちょっと作ったの前すぎた、忘れてた。てか何この黒いの。こんな感じで緑色に塗れたら完成です。最初楽しいんですけど途中で飽きてくるので、なんか罰ゲームとかで友達にやらせるのが一番いいと思います。それではこれを実際に使ってみましょう。早速この背景を違う背景と重ねていきましょう。まずは今回背景を野球場にしていきましょう。まあ、野球場にふさわしい格好にまず僕自身が着替えたいと思います。テキストの135ページの技術を応用しましょう。 YouTube は基本的にジャンプすると着替えるとできます。いきますよ、せーの、ほいっていう風に着替えますね。グリーンバックの幅はここからここまでしかないので、それ以外のところは切ってしまいます。せーの、バスンで、こんな感じになりますね。で、この後ろに野球場の背景を貼ります。せーの、バスン。今こことここが野球場になってますね。で、あとは肝心のこの僕の後ろですねを今からキーヤーを使って抜いていきたいと思います。せーの、ポン。おー、え、あー、なんだこれ、どうなってんだこれ。これでちゃんできてんのこれ。ええ、あだ、びっくりした。お、誰、おーおー、すごい、ぽいぽい、すごいぽい、おー、あっ、おー、すごい、あー、また、あー、おー、芋になった。おー、芋だ、すげえ、あら、お、あれ、かわ、あれ、あれ、芝居が俺なの、これ、これ芝居でしょ。おい、やめろ、うざっ。お、ドラマっぽい。寒い。ちょっとなんかあったかいもの飲みたいな。お、あったかいコーヒー飲みたいな。お、すごい。仕方ないな。行くぜ、インビジブルメガネ。あー、ドアが柔らかマットで、しかも潤う。20種類以上の生薬成分を配合しているから、いつでもキス OK。レブロン、マットパーム。歌ってください。あ、歌うな。なるほど。じゃあ、歌ってくださいってことで。あ、そうですね。みんな歌いながら2分待ってください。日本で両端が一番大が取れてるらしい。
絶滅危惧種の大ゴキブリが山中八幡宮にいるという噂をキャッチ。これは一目見ずにはいられないぜ。地球の中を覗いてみたり穴を掘ってみたりで、おいおい、それはゴキブリじゃないぜ。あれ、哲也の体に異変が。一体どうしたの。芝生もそれは歯ブラシじゃないよ。二人を襲った犯人とは一体。次回東海オンエアガチ奇跡、絶滅危惧種の大ゴキブリを捕獲せよ。絶対見てくれよな。